自分より大きな男をわずかな動きだけで。あくまでも実戦を想定。これは1967年国際空手大会で26歳のブルースが披露したジークンドー。防具をつけて相手を本気で殴る、蹴る、投げる。当時武術の多くが決められた型を重んじ、直接突きや蹴りなどを体に当てなかった時代に、ブルースは何でもありを打ち出し、武術界に衝撃を与えました。